竹尾病の大門竹尾病の一竹尾病は中国南宋の武将、学費を祀る病で、石膏省甲州市の聖湖近くにある。この竹尾病がよく知られている。学費は南宋の武将で、女神族の金に対して多くの戦績を挙げている。しかし、高宋廃下の講和派、新海らの残言により撤退して左遷されて、その後暴殺され、不本意な生涯を終えている。 中国の歴史上の武将としては、三国時代の諸の武将、関羽と並ぶ英雄で、彼の病が多く建てられている。石膏省甲州市にある、この竹王病は、特に有名で、学費の死から約80年後の1221年、地下寺という寺院に竹欧として建てられている。1918年に竹王病として大々的に再建されて、 文化大革命中に完全に破壊されたが、正殿などが1979年に再建された。現在は、壮麗な大門を入るといくつかの建物があり、正殿に、学費が祀られている。学費、竹雲の墓の近くに、彼らを落とし入れた深海と妻の王子が縄で繋がれて、正座させられている銅像があり、それに唾を吐きかける習慣があったが、現在は禁止されている。 この竹尾病は、聖湖の北西岸の北山街に面していて、蘇亭の北側の付け根付近にあり、西湖を中心とする、広州観光客も多く訪れる名所になっている。ありがとうございます。